今からもも裏のストレッチをしていきます。まずは寝転がります。この状態から右足からいきます。右足を曲げて両手でももの後ろをつかみます。息をふーっと吐きながらかかとを天井に伸ばしていきます。でこの時に反対側の足が浮かないように、腰が反らないようにしていきましょう。吸って緩めます。吐きながらふーっとかかとを天井に上げていきます。では反対もいきます。両手でもも裏を掴んだら息をふーっと吐きながらかかとを天井に上げていきます。吸いながら戻す。口からふーっと息を吐きながらかかと天井です。この時上半身にこう力が入らないように上半身はリラックスしてやりましょう。では皆様は各10回ずつ行ってみてください。